懐も寂しい磯島へ、お腹が緩くて回数増える、ハゲしか寝たない残念な男、毎日毎日うざいポストをするパキポキです。はい、パキポキです。今日も一日お疲れ様です。お疲れ様です。今日は金曜日ですかね。はい、お疲れ様でございます。ドドンということで、さあ、そろそろ8月半ばになりました。お盆ですね。お盆休み入られるんじゃないでしょうか。10、11が休みなんですかね。で、13、14、15とかが、お盆に入るわけですかね。皆さんも お墓参り行ったりとか、されてるのかなって思ってですね。最近どうなんですか？やっぱりお墓が九州の方にあるからとかでね、東京の方が、ちょっともう帰省できないっていう方も中にはいらっしゃるんじゃないかなとかと思うんですけど、年に一回、まあ年に一回ではないんでしょうけどですね、お墓参りに行ったりとかして、ご先祖様に手を合わせて、ね、っていう行為を した方がいいよとか言ってね、言われておりますが、はい。結構じゃあ近場やったら行くんかいって言ったら意外といかんしね。なんなんでしょうね。まあそういうこう、信仰心とかになるんでしょうか。それとも、ちょっとそういった精神的なところもあるんでしょうか。よくね、神社だとか行きますと手を合わせて神頼みとかってよく言われると思うんですけど、なんかいろいろ考え方があるらしいですね。神様お願いします、チャリンとこう賽銭を入れてね、ある方もいらっしゃれば、先日はこういうことがございましてありがとうございました、チャリンという結果報告のためのお賽銭という方もいらっしゃるみたいで、さあ果たしてそれがどちらがいいのかわからないんですけど、やっぱり自分自身がどう思うかによるんでしょうですね。で、結構自分が危機になる、命が危険だとかそういうことじゃなくてですね、ちょっとピンチやって、もう精神的にもきついな、なんとかやなとかっていう時に、何かこうあると、あ、そっかっていうふうにね、気づかされたりする時ってございますよね。意外と偏った考え方して、自分が極端に考えすぎて結構きつい思いをしていただけやったっていうのって結構あると思うんですよ。ピンチの時こそ一つ一つ何なのかっていうのを考える、よく言われることというか考えることっていうのが、これはお金があったら全て解決するんだろうか、これはその環境がなかったら解決するんだろうか、でこれはこの人がいなければ解決したんだろうかとかってね、いろいろこう原因っていうのを意外と皆さん考えそうで考えないんですね。考えたとしてもあいつのせいでとかね、人のせいでっていうのは、やっぱりさっきも人がとか言いましたけど、結構自分の問題だったりするときあるんですよね。自分がこうやから相手がこう動いてたっていうのがあったりね、自分がこうやからお金がこうなっていたとかね、だから結局自分自身なんですよね。そこに目を向けて、あまりにも自分自身を責めるのもと思うんですけど、ただ意外と原因って自分にあるんだなって思ったりしてます。はい、この続きはまた後で。バキポキさんのブレーキ。はい、バキボキさんのブレーキ続きですということで、高校野球も順調に、進んでおりますですね。今年は暑さ対策ということで、朝夕ということで2回に分けてやってるようでございますね。
実際どうなんでしょうね。昨日もまあ7時ぐらいで終わってましたですけど、これがなんだこう延長戦とかになってくると本当、前も話しましたけど、これが12時とかなり得るような、ことありますよね。高校生の活動時間ってそんな時間までしていいのかいとか言ってね、だいたい練習って言ったら日が高がなね、上がってる時にも終わってるはずなんで、これから未知の世界で試合を彼らはしてるんじゃないかなとかって思うんですけどね。まあ、ゆくゆくはプロ野球とかね、そういうのも経験するでしょうから、というのは悪い経験ではないんでしょうけど、高校野球ですからね、あくまで。そこら辺どうなんでしょうね、とかって思う、個人的に思ったりします。地元ではなんか米が不足してますよっていう話がありましてですね。私が何十年前ですかね、タイ米とかカルフォルニア米とかがね、入ってきた時期がありまして、米不足っていうのでですね、いきなりなんか来たみたいですね、米不足がね。ただ、九州はとりあえずそこら辺はないみたいですけど、あれはどこになるんでしょうね。私のフォロワーさんで、ゼニバーさんっていう方がいらっしゃるんですけど、その方がもう、米がない、はしごしてやっと少し買えた、みたいなね、こと言われておりましたですけど、何かが起こってるようでございますね。先日はブラックマンデーということで、日経平均もガガーンと落ちてですね、で、またガゴン、ブーンとまた戻ってましたですけどね。かなり投資でやられてる方がいらっしゃったみたいですね。卓球の、元卓球のオリンピック選手の、水谷さんですか、あの方がなんか、都内で家が買えるぐらい損した、みたいなことを言われてあったですけどですね。結構投資されてる方いらっしゃいますね。河合俊一さんでいいですかね、バレーの会長ですか。あの方ももう株で有名ですもんね。株はいいよとかってね、言っておりましたですけど。まあ確かに、まあそういう先見性的なものっていうのは大事なんかもしれんですけどですね。それで本業が浮き足だったりするのはちょっとどうかなとかと思うんですけどね。なかなか人間、そこら辺の感情を揺さぶられますからですね。なかなか冷静には折れないんじゃないかなとかって思うんですけどですね。なんだかんだ言ってやっぱね、お金必要ですからね。ありすぎて嫌なことはないし、ね、足りなかったら足りなかったでどうかあるし、みたいなね。まあ、わがままな感じですよ。ほんとそんな感じで思います。さて、明日は土曜ですね。もう土日月か、水木金土までもうずっとお休みの方も出てくるんじゃないでしょうか。夏休みということでもございましょう。で、この門が過ぎますと、ね、もう海にはクラゲが出てっていうことで、ね、マリンスポーツのところがもうちょっと、なかなか行きにくくなるのかなとかって思うんですけどですね。しかし今年の夏も暑いですね。じゃあ明日は土曜日ということで、私は引き続きザ・マーミロですで、仕事がございます。皆さんはゆっくりお休みくださいませ。ということで今日はこんな感じで終わろうかと思います。お疲れ様です。絶景20